今回の絶対的なボスは、俺だマイドー帝国デストロンです今日紹介する玩具は、じゃんこれですえー、マストマスターズ・オブ・ユニバース、レベレーションシリーズの中から、えー、まあ、大魔王スケルタ。しかし、まあ、大魔王になる前の、まあ、スケルタですね。つまり、えー、こっからも、 見えるように、いつものスケルタ様とは、色が違ってて、ブルーではなくて赤がかってて、で、自分があくまでも、まあ、帝王みたいな感じではなくて、ただの一人の指揮官なんですよ。えー、誰の指揮官か、まあ、こういう赤いコウモリを見ると、すごいわかります。このホー,ダークの、 文化ですね。いわゆるここにおいては。まあ、マオスケルタが独立して、自分で、えー、非満、非面の宿敵になる前の、まあ、いわゆる設定なんですね。自分がまだ若かった。<laughs> 当時のマオスケルタの。まあ、こうだったのであろう、まだホールダクの文化であり、えー、彼のために、 働いてたんじゃないかなっていう。まあ、これはあくまでもね、2000年以降の解釈なんですけれども。まあ、面白い玩具なんですね。なんといっても、こういう赤いコウモリのベルトとか、えー、この赤めいた服はね、まあ、王様、まあ、身につけたって覚えはないし、なんといってもね、この魔法の杖も赤いし、これとても面白い再解釈なんですね。で、なんといってもこの顔も。 黄色くはないんだよね本当にある意味骨色なんですよはいもういいよあの色、ー、々いろいろな解釈するのはここまでにしておきましょう開けて一緒に楽しみましょう 箱く開けて、えー、中の付属品の、あ、これは違います。基本的にほとんどないんですね。本体の、えー、スケルタと、あとこの拳の、えー、手パーツ、二つあるんだけど、一個がもう完全にブリスターからもう余ってて出せないんだけど、まあ、同じ拳パーツと魔法の杖ね、ハーボックスタッフ。 っていう感じですね、はい、で早速なんですけれどもこれはねこのフィギュアの最も面白いポイントの1つこの魔法の杖、ちょっとね造形を見たいと思うんですけれどもこのクリア、えーまあ、レッドのプラスティックなんですけれどもこれ、本来の、えー、同じシリーズのマオ、えー、スケルタの魔法の杖と造形は見ての通り全く同じなんですよ。 これクリアプラスチックではないのでちょっとわかりづらいんですけど、女らだったらこの魔法の杖と、えーまあ、この棒のところは基本的に似たような、同じではないけれどもね、似たような、これバイオレット、紫とグレーに近いで、目が黒で、えー、まつ、あ、ツのがダークバイオレットなんでね、ダーク紫。で、これが、えー、っと、まあ色が2色ですね。 えー、ガンメタルのこのツエットあと全部クリアレッドなんですねまあホールダックのここで、ね、指揮官になってるホールダックのここらんね赤いコウモリを連想させるようなカラリングですねはいこれはでも面白いスタートも造形はしかし一緒ですちなみにすいませんこのハーブックスタッフは限定する話なんだけれども このオリジンバーのを見るとこっちの方が全然かわいいねこのレベレーション版がこの造形は同じなんだけれどももっといかついんだなこの牙とかもう本当に黒魔法使いっていう感じなんですね本当にでは、えー、スケルタの本体見たいと思いますが、えー まあ見ての通りねちょっと異質な感じなんですねこのキャラクターにしては、まあ、僕が結構このバリエーションすごく好きなんだけれども本来のレベレーションバーンはこんな感じで、まあ、どのマンオスケルタもそうなんだけれどもマントが基本的にこれね魔法の杖重いんですよ結構なんだかんだの立たせるのは結構大変な気フィギュ嫌な,なんですねはい 本来は、これもそうだしこのオ,あのオリジンの鎧板もそうなんですけれどもマントは、まあ、ここにはマントはない,ないんですけどこの前まで来ないんですよ後ろだけなんですよねこれはもう本当にねなんだろう、まあ、今回自分がボスではなくてボスはこいつなのでこいつのミッシーみたいな感じとかね、まあ ななんだろうなこういう闇の中で身を潜んで行動するってまあ、これ潜むにはあまりにもこの色派手すぎるなんだけれども前も、えー、まで鎧前の胸のところまでかけるこのマントは独特なんでねほんならやったらこんな感じのマントなんだけどまあ、癖があって僕とても面白いと思います。 これは、まあ、あとで一緒に見るんだけど、外せるから、いろいろ遊び勝手が広がる。で、えー、近くで見ると、まあ、この顔の造形は、まあ、すごいですね。本当の、ある意味で骸骨ですね。これ、昔、あの売られた、えー、マオスケルタの、 スタチュー5分の1って、まあ、あのもの昔出たんだけれどもそんな感じのカラーつまりアイボリー本当の骸骨と同じ感じの色ですねガングでは珍しいんですよこの,このカラーリングはで目が赤い瞳はなくて黒いんですねここ,ここら辺は黒い穴の昔のガングを思わせるようなカラーリングでフ,ードがフードがプラスチックで黒で周りのあの まあ、マントが布で黒だからちょっと違和感がこれ重なるとき多少はあるんだけれどもで、えー、あとはこの前の、まあ、これはねホルダクのロゴである赤いコウモリがあってで前のフロントスカートがこれプラスチックの黒ですねで、えー、この足の鎧が、えー、黒でこの縁は赤完全にほんとホルダクカラーですねすべてにおいては。 で後ろはこんな感じですね結構大きめのマントには、えー、なっておりますでちなみにえ他の、えー、武器はないんでねこの,あの杖以外はでこの開き手の指が、まあ、いかにも何か何かを指してるか、まあ、部下を指してるかそれとも、まあ、相手を脅してるかっていう感じなんですけどもすごく表情豊かでいいですね これ絶対これをこれに変えるということはまあしないと思いますね。この拳よりはこっちの方が全然いいんです。はい。次は、えー、マント外してみようか。それはそれで面白い。マント外すとこうなります。これもなかなかの問題。実とねこれが一番僕びっくりこえたバージョンなんですよ。バリエーションなんだよね。 これ、かをね、このシリーズは、このシリーズもオリジンと同様、顔を外すことはできるんですね。普通,普通に、ボールジョイントなんで。で、顔を外して、このマント、も外せば、何の問題もないんですけれども、マントを外すと、ここら辺の鎧の細かいカラリンが見えるんだよね。この赤がかってるコウモリが、もともとね、あのー、 マウスケルタの鎧のここら辺にはこういうデザインがあったりするんですけれどもでここには、えー、と骨トレードマークの4つの尾根なんですけれどもでもここら辺ちょっとコウモリっぽいデザインになってるんでねでそれがあまりにもそれホールダックのコウモリとジャストマッチしちゃうんで,で例えばですねこの通常版だとこれ紫色にはなってるんですがだけどそれほど目立たないわけなんでね これ赤く塗りつぶすとめっちゃ目立つんだよ。で、この赤い子守と、この黒いフード、で、アイボリーの顔、最高じゃない。で、ここら辺の、えー、っと、鎧の上下と、ここ結びついてる、えー、ちょっと下のところがもう全部細かくて、この骨が、 シルバーで真ん中の宝石が赤で、でここねまあ、横のサスペンダーみたいなものが、縁は赤で、真ん中が黒で、えー、で黒い、えー、ごめんなさい、黄色い釘みたいなものがありますね、後ろこんな感じになります。もちろん外すことは脱着は可能です。すっごい細かい。ちなみにこれ、余談なんですけれども、このような えっとコウモリの模様をすごい強調しているのは昔、アメリカでねこのマウスケール球はぶっ飛んでるんだけどさ1分の1スケールの胸部だけ頭とここら辺だけの、えー、っとスターチュー売られたことあるんですよポップカルチャーというあのメーカーのねでそれ完全にこのデザインだったんだよね胸部とここ,こら辺と,と骨だけなんだよねこの肩のところもないんですよ で、それがこのデザイン即死なんですよ、本当にあもちろん、そのデザインの色はこのクラシックなやつと同じ紫なんだけれどもこの、あのー、コウモリを見てそれを思い出したんですね僕は実際に見たことがあるんでもうそのまんまなんで、スターチューがまあ立体ブスになったか、まあ、スターチューあれも立体ブスなんだけどスターチューがえーなあのこの7インチフィギュアになったような感じなんでね、この胸部のところだけを見ると。 でこの肩の鎧もいいんだよね黒とここら辺のだけはあのシルバーなんでねいいですね僕のマントなしだとすっごい色んなものが見えていいですそれでは皆さんこのマホ、えー、スケルタホーダークトゥルーパーホーダークのあの部下としての独特なバリエーションいかがだったでしょういかがだったでしょうか 見ての通り、えー、立たせるにはちょっと苦労します。はーい。えー、それさえ除けば、まあ、こいつがそこそこ重いから。えー、俺的にはとても、まあ、満足してるような、えー、フィギュアでございます。えー、なぜかというと、まあ、無数に存在する、えー、我々の大好きな大魔王のバリエーションとしては、これ結構、得意なやつであって、 こういう、まあ、一応、彼ボスではなくて、こいつのボスの設定としては、ちょっと思、まあ、不思議な設定ですし、いつもとはちょっと違う、えぇ、ー、まあ、王様が見えるわけですから。それだけではなくて、もう、マントにしても、肌の色にしても、すべてにおいては、まあ、やっぱりちょ、いつもとは違うんでね。だから、これ、本当に違うキャラクターに近く見えるから、いいんですね。 で、えー、もう1つ面白いのはマントかぶってる、えー、バージョンとでこのように、えー、あのマントなし,だなしだと余計にいいですよね、これもうたまんないんですよ、本当に、えー、とてもいい看護だったと思いますそれでは皆さん、えー、よかったら、えー、また次の動画でお会いしましょう帝国レストランでした。